バタでーす。今日のデビューするのはね、これだ。バックガンのね、あのドラゴン乗りのマキシマスのデビュー動画をしていきたいと思います。まあね、バックガンの中でね、これ唯一ね、ね、大型アイテムでもありますのでね、あのデビューしていきたいと思います。そっじゃあどうぞ。もその前に、もしよければチャンネル登録と通知オンをしてください。まあ通知オンとチャンネル登録を一緒にすると、いち早く僕のチャンネルの動画が早く見られます。まあね動画、各動画でね、終了画面またはね、右下、画面の右下にある登録ボタンを押して、チャンネル登録と通知オンをしてください。バタのチャンネルの SNS もやっています。 Twitter、Facebook、Instagram をやっていてね、まあと、まあついでに登録するとね、ね、新しい動画の公開する前に告知で報告するもんでね、それもね、SNS をもう登録してください。もしよければね、まあね、SNS は各動画のね、説明欄にリンクを貼っていますのでね、ぜひ確認してください。もしこの動画が良ければね、グッドボタン、高評価を押してください。お願いします。さあね、これがね、ね、バックガンのね、ドラゴンの移動マキシマスになります。まあバックガンのね、これ唯一のね、大型アイテムでもあるもんでね、多分なんですかね。まあ海外バックガン、まあ昨年バックガンがね、復活してね、ね、日本、まあ海外ではね、大型アイテムが、まあこれだけじゃないと思うんですがね、ちょっと海外もあんまわかんないもんでさ、まあ日本ではね、ドラゴンの湯のマキシマスがね、発売されましたもんでね、あ、ちなみにさ、こっちにあるのがね、ハイパードラゴノイドデラックスがありますね。まあ、レビューじゃないけどもね。まあ、これのレビューではないけどもね。ね、これとね、他のね、こっちにあるさ、普通のドラゴノイドとね、ドラゴノイド デラックスとのね、比較もしていきたいと思います。ね、まあね、ドラゴノイドマキシマスはね、大きい方がドラゴノイドマキシマスでね、しかもね、アルティマドラゴノイドが付属していますね、まあ12月ぐらいにね、アルティマドラゴノイドが登場したもんでな、まああとはアルティマディニアスもおったな、ノバとね、あとな、もう一体なんて言うんだろうな、もう一体のディニアスの方ね、まあね、バクゴアもついてるしさね、まあ唯一の大型バクガのね、唯一の大型アイテムでもあるもんでね、まあこれね、昨年の10月に発売したやつでもあります、ね、上はこんな感じでね、まあ箱の中は羽とね、ね、体がね、別々になっていてね、横はこんな感じ、ね。もう横はね、爆眼のね、商品のラインラップが書いています。上がね、上がね、普通のやつでね、まあ、多分タートニアムがね、持ってない僕ね、下がね、デラックスバクガン
のラインナップになっていますね。うん。まあ全、まあこれのだ、これのやつはね、あの全部持っていてね、うん。まあちょっとね、あの11、まあタートニアスとね、あの昨年の11月発売のね、爆眼のやつは、あのまたも持っていませんもんでね、うん。まあそんなことね、うん。下がね、警告と十字項とね、あの、ね、こういうのが書いてあります。ね、うん。後ろはこんな感じ。ね、うん。ね、セット内容が書いてあってね、うん。これはドラゴノイドの最終進化でもあってね、うん。まあ、アルティメアドラゴンはね、まあ、普通の爆眼とね、あ、ね、あの、同じ遊びができます。ね、うん。そして、大型のドラゴノイドマキシマスはね、ね、アルティメアドラゴノイドをね、入れてさ、ドラゴノイドになるそうですね。うん。しかもね、ライト&サウンドがね、ここのボタンを押すと、ライトとサウンドが鳴ります。ね、うん。そんじゃあね、実はと言うとね、ここにね、ここのボタンが押せるようになっています。この箱がね。うん。押すとね。まあ、ドラゴンの鳴き声がします。ここも、ここの胸のところも光ります。ね、うん。まあ、多分、3種類か4種類ぐらい、まあ、いろんな鳴き声がいっぱいありますね。うん。そんじゃあ、ね、開封していきましょう。ね。うん。さあね、ね、これをね、開封していきましょうね。うん。ああ、そうそう、ちなみにね、ね、もうね、ハイパードラゴノイドはね、開封済みにしました。もんでね。うん。まあ、まずは、ここをさ、テープを切ってね、あれ？あった。カッターでね、テープを切ります。まあ、カッター使うときはね、手を切らないように気をつけてね。うん。まあ、まずパカッと開けて、ね、パカッと開けて、ああ、ここの下も開けなきゃな。うん。さあ、ここの下もね、開けといて。ここの下もやって、とりあえず、開封出しておこう。まあ、こんな感じになっています。ね。うん。まあ、これがドラゴン、ノイドマキシマスのね、アビリティカードでね、うん。まあ、ちょっとアルティマドラゴンは、まあ、ちょっとよう見ると、ちょっと待ってよ。まあ、アルティマドラゴンもね、こんな形になっています。これよう見るとね、カードを見るとね、なんかレインボーみたいにね、キラキラ光っています。今回豪華仕様になったなぁ。これがね、ドラゴノイドマキシマスのね、説明書になっています。ね、うん。まあ、こんな説明書でね、うん。まあ、アルティマドラゴンの変形方法もあります。ね、うん。これがアルティマドラゴン、またドラゴノイドマキシマスのね、バクコアがあって、ね、うん。おっと、ちょっと焦れんか。お、よっ。まあ、こんなのがあってね、うん。これが、アルティマドラゴン、の、バクコアになり、バクガンになります。ここをやると、まあ、これがアルティマドラゴンになります。
まあちょっとね、ね、ノーマルのね、爆弾だもんでね、形がね、ちょっと違います。違うもんでね、うん。ちょっと明るくしないとな、うん。まあ、ノーマルのやつはこんな感じになります。もんでね、うん、なんか蛇みたいな、あるいはね、青龍のね、細長いさ、ドラゴンみたいなやつになっとるもんでさ、うん。さあね、これがね、ある、ね、ドラゴノイドマキシマスになっていてね、まあ、ここの首がね、紐になっているから、カッターで切りましょう。ね、うん。3本つながっているもんでね、うん。あ、落ちた。ね、うん。ちょっとここも、ね。ちょっとここも切っておこう。ちょっとこのカッター切りづらいな。ね、うん。紐はね、こことここと、腕もね、ありますからね、うん。ちょっと紐。さあ、あと、足だな。うん。足ちょっと切らないようにしなきゃな。うん。ちょっと切りづらいな。よし。ここも。よし、ようやく出しておきましたね。うん。あとは、ここの中に入っとる羽だな。うん。羽だ。あー、ちょっと裏の、このテープ、剥がさなきゃな。まあ、まずはカッターで、ここのテープを、切っといてね。うん。まあ、大きなテープなんて言うんだったっけな。うん。ここを切っといてね。うん。まあ。あ、そうそう、ここのテープも切らなきゃな。うん。よし。このテープも切っといて。これが、出せるようになりました。あとは羽だけだな。おっと、ちょっと、カメラがな。うん。よし。羽一本取って、ね、もう一本取らなきゃな。よっこいしょ。あー、さあ、羽ももう一本取りましたね。これでね、ドラゴノイドマキシマスはね、全部ね、取りましたもんでね、うん。次はね、ドラゴノイドマキシマスをね、組み立てていきましょう。さあ、組み立て方は、多分なんですけどね、これが表になっているもんでね、表のところをね、ドラゴノイドの体のところを向けて、ね、ちょっとはめ込むように、はめ込んで、おっと、ちょっとはめ込みづらいな。よっ。こういう風にはめて、あ、角がちょっと曲がっとる。もう片方もちょっとはめ込んでおこう。うん。こんな感じに、組み立て終わりました。ね。うん。まあ、とりあえずドラゴノイドを
マキシマスはこんな感じになっていますね。うん。まあ、可動範囲は、腕がここだけ動いてさ、横だけ動いてね、うん。まあ、手は、ここが、ね、手、まあ、手動で動きます。まあ、肩は、ここが動くけども、手がね、ちょっと干渉しちゃうもんでね、腕と一緒に動かせて、こういう風に動かせることができます。首はね、まあ、口はね、開くことができてね、角も動く。変形のことでね、うん。首はこんな風、中に入れることができるかね、うん。羽はね、こんな風にパタパタ動くけどもね、動いてね、こういう風に動くことができます。尻尾はこんな風に動くね、うん。腕は、足は、ここをやると両方を動く仕組みになって、あ、ここやると音が鳴りますね、うん。まあ、ここのところは、ね、普通、こんな風に動くことができます。ね、うん。さあ、こんな感じかな。うん。ここを押すと、ここが光って、サウンドが鳴ります。ね、うん。まあ、そんな感じかな。うん。さあ、ね、ちょっとマキシマスアーマー形態にね、していきましょうね。うん。じゃあね、マキシマス、ドラゴノイのマキシマスに、ね、変形さす、まあ、マキシマスアーマー形態に変形させていきましょうね。その前にね、ちょっとね、このアルティマドラゴンをさ、ちょっとね、ボールモードにしていきましょう。ね、うん。まずはね、ここの角を押してね、まあ、こういう風にしといて、このくぼみかな。くぼみのところに入れといて、おっと、ここも、ね。こういう風に、しとけば、よっ。よし、これがボールモードになりますね。うん。じゃあ、とりあえずね、ちょっと暗いかな。じゃあね、次ね、ドラゴノイドマキシマスをね、変形させて、マキシマスモードへ、ね、マキシマスアーマーケーターに変形させていきましょうね。うん。まずはね、ここのところを、角を倒してね、次にね、顔をね、中に、入れます。差し込みますね。うん。あ、ここ、誤爆だ。おっしゃったな。うん。次はね、ここの足のところ、まあ、そうそう。ちょっとスイッチがあるもんでね、ここをね、音が鳴らないように、音が気になる人はね、ここをスイッチをね、オフにすることができます。ね。うん。まあ次は下に下ろして、ね。次に腕をね、ここの上、こういう風に、ここにやっといて、ちょっと、わからんけん。こういう風にしといて、まあちょっとわかんないけどな、うん、腕がな、うん、多分、あれ、どんな風にするんだ、あれ
あ、こんな風にする、こんな風にするんだな。うん。とりあえず反対側もやっていきましょう。こんな風だな。うん。最後、ね、羽を、あ、こういう、まあ、開いた羽をこういう風にしといて、ね、まあ、羽を後ろに入れて、こんな風かな、うん、反対側も、おっと、ね、ここの尻尾のところを倒して、ここをすれば、ちょっと腕がちょっと変どうやって変形するのか分からんな。ちょっと見なきゃな。うん。ちょっとね、止めとこう。完成しました。のドラゴノイドマキシマスのね、のマキシマスアーマー形態だ。イエーイって言いたいんですがね、ちょっとね、これね、バネが強いもんでさ、ちょっと手を離すとね、ね、まあこんな風にさ、ね、変形がね、ね、勝手にしちゃうもん、勝手にやっちゃうもんでさ、まあちょっとね、ね、こんな感じにね、なりますかね、うん、ちょっと、ははは、ちょっとこれは、ちょっとまあ、個体差かも思うんです。個体差だと思うんですがね。ちょっとね、バネがつい、こんな、ね、ドラゴノイドマキシマスはね、ちょっとバネが強いと思うからさ、ね、多分、ね、うん。まあね、ね、ね、手を離すとね、元通りになっちゃうもんでね、うん。まあ、こんな風にしといて、ね、うん。よし。ちょっと変形まあこれバネが強いなもんでな、多分これ変形がちょっと固定するのがちょっと難しい。まあこれ固定するのもちょっと難しいもんねな。ちょっと抑えなきゃいかんな。うん。まあちょっとね、アルティマドラゴノイドをね、乗せることができるもんでさ。うん。まあこんな、おっと、逆か。こんな風にしてさ、ね。こんな風に、アルティマドラゴンを乗せるとね、こんな感じになりますね。うん。まあ全くね、いいと思うんですがね。うん。ここをね、押すことが、まあサウンドがなりますもんでね。うん。まあちょっとなあ。バネが強いもんでね、手で押さえないとね、まあ変形、まあ勝手に戻ってしまうからな、ちょっとこれがいかんな、うん、多分個体差だと思うからな、うん、まあね、ちょっとこれがね、ドラゴノイドマキシマスのレビュー動画でしたね、うん、ちょっとレビューは終わります、まあまだまだ動画は続きますけどね、うん。というわけで、このドラゴノイドマキシマスのレビュー動画いかがだったでしょうかね。うん。ちょっと僕、個体差だと思うんですがね。ちょっと僕のね、ドラゴノイドマキシマスはね、ちょっとバネがね、強すぎてね、
ね、ちょっと手で、まあ、マキシマスアーマーにするときはね、手で押さえないとね、ね、逆には戻ってしまうからね、まあ、僕の場合は個体差、まあ、僕の個体、この個体差かなと思っていますね、うん。あとね、この首がね、手で押さえないとね、ちょっと、ね、こんな風に下に向けちゃうもんでね、うん。まあ、ちょっとな、ちょっとこれは最悪だな、と僕はそう思っていますもんでね、うん。まあ、ちょっとな、ちょっとこれはいかんな、うん。まあ、ね、ゴッドファイヤーコンボイみたいにさ、こういう風にね、ね、音がね、間違ったりさ、そういうのが、箱の間違い、があってね、回収する、してさ、そういうさ、全部のやつを回収することに なったらな、ちょっと最悪だと思いますがね、うん。ちょっとこれ、宝富、これ、ちょっといかんな。首が倒れる。ちょっとこれはな、うん。これはちょっと残念ですね。うん。まあ、多分ね。まあ、個体差じゃないけど、これ、最下位に、まあ、去年買った中でおもちゃのね、ワースト1位になると思います。ね、うん、うん。まあ、もし個体差じゃなかったらね、うん。もしよければね、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントにはね、ドラゴノイドが、これ、ドラゴノイド最終進化だな、とかね。でもいいのでね、ぜひね、コメントに書いてください。あとね、僕ね、軽度の色障害持っとるもんでね、そこだけはご理解お願いしたいと思います。あとはね、新しい動画見たい人はね、チャンネル登録をおすすめします。まあ、バタのチャンネルなんですがね、うん。まあ、あと楽天ブログでね、楽天ブログでね、バタのブログもね、書いていますもんでね、見たい方はぜひ見ていただきたいと思います。あと、そうだ、あとはね、ちょっとね、多分、僕もそう思うんですがね、多分ね、これね、爆眼、これでね、爆眼のレビュー動画はね、このね、ドラゴノイドマキシマスまでね、終わりになると思います。ね、うん。ちょっとまだね、爆眼がね、爆眼まだレビューしてないやつがね、いっぱいあるけどもね。ちょっとね、ここ、ドラゴノイドマキシマスまでね、レビュー、まあ、ここまでにしていきたいと思いますもんでね。うん。まあね、そんな感じになっちゃうもんでね。うん。あ、そうだ。そうだ。ね、ドラゴノイドの比較、まだしてねえんだね。うん。これがね、アルティマドラゴンでね、これがハイパードラゴノイドでね、ドラゴノイドデラックスになってね、これがドラゴノイドデラックスで、まあこんな感じになっていてね、うん。おっとっと。ちょっと落ちるわね。落ちるわね。うん。まあ普通のドラゴノイドとね、まあ、よう比較するとね、こっちがね、ヘビみたいな竜、ね、青竜みたいになってね、こっちが丸くなっているもんでね、うん。まあね、これがね、ドラゴン、まあ、ちょっと簡単にドラゴノイドのレビューをしましたけどね、うん。まあ、話を戻してさ、爆眼なんですがね、去年のね、11月ぐらいにね、発売しとったんですがね、ね、12月からね、爆眼のね、おもちゃがね、ね、シリーズがね、発売されんくなりました。ね、うん。まあ、ちょっとね、爆眼がね、今年の3月まで終わるかな、と思っているもんでね、うん。まあ、続くかは、僕はね、ね、多分ね、続くかなとは、多分思ってないもんでね。まあ、ちょっとね、今年、まあ、新しい爆弾は売れなかったかな。僕はそう思うけど。
まあだけどもね、あのドラゴンロードマキシマスのレビュー動画をね出したもんで、これまあ別にいいと思います。まだ爆破は残っているけどね。まあ以上をもちましてね、あのバターのね、で爆弾のドラゴノイドマキシマスのレビュー動画を終わります。それでは次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。またねー。